皆さんこんにちは。私は腕のいい大工に憧れる主婦うさぎ大工です。今日はDIY ラジオみたいな感じで、写真を見ながらねおしゃべりをしようかなと思います。テーマは、引き戸ですね。引き戸のチェーンをつけたんですよ。引き戸にチェーンをつけたことがあるので、それについてちょっと写真は少しだけ残ってたのでそれを、見ながらお話ししたいと思います。はい、チェーンをつけた引き戸はこちらですね。玄関の引き戸なんですけれども、住まわれた方が防犯をかなり気にしていらして、真ん中のね鍵だけではちょっと心配だし、誰か来られた時にやっぱチェーンがないと心配だというので、探してきました。はい、こちらですね。玄関引き戸兼用防犯チェーンということで、引き戸にですねチェーンが付けられるとは私も知らなかったんですけれども、ホームセンターにねちゃんと売っていました。でチェーンの他にももう一つの鍵、ガチャガチャってする本当の鍵がついてる鍵を引き戸にもう一つ取り付ける部品も売っていました。はい、それで参考までに、取り付けた引き戸は三強アルミさんのレイホーと、ちょっと見づらいんですけど、ビジレイクのレイにミネって書いてね、レイホーという種類の引き戸でした。はい、でこのレイホーがですね余談なんですけども、チェーンはつけれたんですけど、戸車ですね、コマが交換がちょっと難しくてコマがの交換がしやすい引き戸に今度からしようかなと思います。なんかレイホーは三強アルミさんのホームページ見たら業者さんしかねコマの交換できませんって書いてあったので、はい、自分で交換できるのをちょっと今度から選ぼうかなと思います。まあでもすごい長い間持ちますしね、ちゃんとしてるので、助かってます。はい、でこれは内側からの写真になるんですけれども、まあここではないですね、取り付ける場所は引き戸のちょっと上の方ですね。目線ぐらいの高さがいいと思ったので、目線ぐらいの高さの右の端っこに取り付けることにしました。はい、でこのお家はこういう柱がですね右の方にありまして、で、左側からカチャッと閉める引き戸になっていたので、引き戸の、部分で一番、広そうなところを選んで、で、柱のところに金具もつけてっていう風にやったんですよ。で施工しているとこの動画がなくて、あとアフターもないので申し訳ないんですけど、まあラジオ感覚でね、あこういう風にチェーンってね引き戸にもつけれるんだなみたいな感じの情報としてちょっとお話ししようと思うんですけれども、まず1番ですね、受け座金具と樹脂座を写真のように組み合わせますということで、小さなね黒い、台座みたいになっているところがあって、でそこに4つね穴が開いている金具があって、そこにチェーンがねつながってるんですけれども、それが分かれているのでカチッとこう組み合わせました。はい、2番は受け座を引き戸かっこ、開く扉の開閉に支障がない枠側位置にサラネジでしっかりと固定しますとありますね。でこのサラネジっていうやつなんですけれども、これがとってもびっくりしました。このサラネジ専用の、まあ、ネジガイドチューブをサラネジって書いてあると思うんですけども、ゴムみたいなのが穴が開いたやつがね先端につけるやつがついてまして、でそこに付属のサラネジを、まあ、入れ込むわけですね。で入れ込んで、ドライバーをスポッとそのネジガイドの中に入れて下穴を開けるんですけれども、いやここがねびっくりポイントなんですけども、私の金属なんですよね、開けないといけないのは。
穴をね、下穴を開けるのはアルミですよね。アルミのドアだから、それにね、こう手動で穴が開けられるのかっていう私の疑問があったんですよ。でもこれできたんですよね。この何がいいかっていうと、このも専用の付属のサラネジ、まあ、サラネジって、頭がフラットになってるやつなんですけども、普通のねネジだったらその金属に穴って多分開けれないと思うんですけども、先がすごい尖っていて、人工の力、自分のこう人の力でもね、穴が開けられる形状になってるネジなんですよ、うん、だからこのネジガイドっていうのをつけて、ドライバーにね、でグーグーグーとこう力を入れて、体をこうなんていうのかな、水平に保つようにして、下穴の位置をねしっかり、私はペンで、油性のペンで、うん、ここに穴を開けてこの位置につけるんだみたいな感じで見てね、で位置がずれるのが嫌だったので、マスキングテープでしっかりこう貼り付けて、まあ取れるようにね、マスキングテープで貼り付けて、でも穴の位置にはマスキングテープは貼らないんですけれども、はい、でそれでこのネジガイドをスポットね、入れて、その油性ペンで書いた穴の位置にグッグッグッとね、下穴を、つけました、うん、そしたらちゃんと本当にもう薄いちっちゃい穴が開いたんですよ。でその穴が開いたところにネジガイドはちょっと一回取り外して、ネジをね慎重に慎重にこう入れていくんですけれども、ものすごい力がいるのかと思いきや、うん、普通にねよいしょよいしょってやったら、まあ、下穴が開いているおかげもあって、しっかりねネジがアルミの中に私の力でも入っていったんですよ。はい、それがとてもびっくりしました。普通だったらやっぱり金属に穴を開けるって、手動だったら無理かなと思ってたんですよ。電動ドライバーじゃないとね、うん、でも電動ドライバーでやるよりは手動でね、じゃあ曲がらないようにしっかり慎重に慎重にやった方がいいっていう風に師匠もおっしゃっていて、うん、でそれでやっていくと本当にねしっかり穴が開けれたんですよね。ネジもしっかり入っていきました。はい、そして3番ですね、引き戸、開いた扉を閉めてチェーンをいっぱいに伸ばした状態で本体が取り外しできる位置にレールを鍋ネジで固定します。引き戸が開いているときは本体がレールから外れないことを確認してくださいということで、ついていたネジがサラネジと鍋ネジとあって、でまあチェーンをいっぱいに伸ばした状態で、まあ、本体は鍋ネジで、固定したんですね。でそれもさっき のネジガイドを使って下穴を開けて、つけました。でやっぱり一番注意しないといけないのはつける位置ですね。私はこうドアと柱とにこうつけていったんですけども、まあ、位置がやっぱり近すぎてもいけないし、高すぎてもいけないし低すぎてもいけないし、チェーンがちゃんとこうねピンと張った時に人が入れないような10センチぐらいの幅を目指して、つけたんですけれども、まず位置調整をねしっかりやって、どこの位置にどの部品をつけるかっていうのを、ちゃんと見てね、で印をつけて、でそこから施工するのは結構ね簡単にできるので、うん、まずはその位置をちゃんと見てね、うん、つけていくっていうのが重要かなと思いました。はい、さっきも言ってたんですけども、なぜこのお話をしようかと思ったかというと、まず伝えたいのは引き戸にもチェーンがつけられる、鍵もちゃんとつけられるっていうことをね、私も知らなかったんですけども、知らない方が多いかなと思って動画にしようと思いました。うん、結構防犯がね心配な方もいらっしゃると思いますし、引き戸は
ちょっと隙間がねあったりとかするので、はい、なんか不安な方もいらっしゃると思うんですけども、引き戸だからといって防犯がたくさんできないかって言ったら違くて、で DIY でね、業者さんに頼まなくても DIY で自分でホームセンターで買って、ちょっと頑張ら位置とかはね、あ、この位置じゃなかったから付け直さなきゃみたいなこともあるかもしれないんですけれども、古いドアとかだったら大家さんにちゃんと言えばね、賃貸だったら取り付けていいよって言ってくださる方も多いと思いますし、自分の力でね、アルミだからといって穴が開けられないかって言ったらそうではなくて、そうか、二つ目がね、金属だから自分ではね、電動ドライバーもないし無理かなって私も思ってたんですけれども、いやーなんてことはない、本当に普通のこう100均で売ってるようなドライバーでね、集まってプラスとマイナス3本ずつみたいな 100円均一のねドライバーで、自分の力だけでね、人間の力だけでアルミに穴が開けられるようなネジが、専用のネジがちゃんと中に付属で入っていて、特別なものは全然いらなかったので、はい、引き戸のね防犯が心配な方はね、やってみてはいかがかなと思っておしゃべりしてみました。はい、では今日はこの辺で、最後まで見てくださりありがとうございました。これを見てくださった方がニコニコ笑顔で元気で幸せになりました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではね、バイバーイ。